はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、小学校受験面接に対するこの向き合い方です。それでは西荻フレンドリースクール室長の近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、先日ではね、試験に対するこの向き合い方という話しましたけれども、面接もやっぱり子どもの自覚みたいなものも大事ですよね。そうなんですよ、私いつも不思議なのはね、はい、面接の会の本番に行ってる間の待ってる時間に折り紙をしたりとか、あやとりをしたり、本を読んだりっていうので、そういうものを持っていきましょうっていう、はいはい、今どうなってるのか分かんないんですけど、うん、昔はすごいそれを言ってたから、待ってる間にみんな折り紙したり、はいはいはい、なんかね、親子で3人仲良さそうに本を読んだり、うんうんうん、なんか親とこであやとりしたり、なんかそういう光景よく見られたんですよ。でもね、これからさ、自分たちは面接に挑むっていうことになったら、まあ親は大人だからもちろんね、こうじっとはしてられるけれども、うんうんうん、でも子供がね、この子で試験を受けるんだよと思ったら、じっとしてられない方がもうね、うんうん、試験をするにあたってマイナスじゃないかなと思うんですよ。だから私が試験官で、私が先生でも、周りが折り紙したり、あやとりしながら待っていること、黙って3人で自分の来る時間を喋りもせず、まっすぐ前を向いて手を膝にして待ってること、どっちを取るかって言ったら、やっぱりそういう待合室でね、ちゃんとそういうふうに待ってる子、私だったら点数入れるなって、こうもし待ってる姿を見てるとしたらね、はい、じゃないかなってこうすごい思いますよね。うん、だって子供の感覚からしてね、あやとりしたり、それから本読んだり、それからこうやって折り紙折ったりとか、うん、そうやっている頭の中身とで、呼ばれました、うん、じゃあそれを片付けます、それですぐに面接室に行きますなんてね、そんなことしたら自分の頭なんか切り替えできないですよ。そんな急にはね。そう、やっぱり今までのちょっと楽しく自分であやとりしてたり、うん、そういうことの世界から急に、あ、こんにちはみたいな世界に行って、なかなか移れるものじゃないから、うん、うちの生徒に関してはもうあやとりやら本やら折り紙とか持っていかないでって一応言ってあるんですよね。はい、だから待ってる時間は黙って3人で座って、こうちゃんとこう統一、うんうん、まあそのなんだろうね、静かにして思いを一つですね、瞑想じゃないけどね、そう、うん、だけどそういう手を膝にして、やっぱりよし、こうしたらこうやって答えようとか、うん、名前はこれで OK だなとか、で電話も番号も言えるなとか、うんうん、やっぱりそういうこう自分の中での確認、うん、でそんなの幼児に無理よっていう人もいるかもしれないけれども、やっぱり学校に合格する子っていうのはやっぱそういう子、これは自分の試験であって、面接で親はついてくるだけだから、うん、よし、自分は頑張らなきゃいけないんだっていう、やっぱりこうそういう決意みたいな、緊張でもないけどそういう心持ちで、まあ面接を迎え撃つみたいな。なんか今先生の話聞いてふと思い出したのが、例年受験ね、試験本番になると、いわゆるお受験服着て教室に来たりとかして最後の練習とかするじゃないですか。うん、その時にたくさん受かってる子って、その子本人からなんか頼もしい雰囲気が出てるっていうか、うん、でじゃあお父さんお母さん、じゃあ行こうかみたいな感じのね、そうなんかお父さんとお母さんとなんか対等なぐらいのパワーが出てるみたいなのをすごい感じたことがあって、対等かまたは対等以上、うん、以上かね、うん、だからうちは内部生はフレンドリーで練習する場合には別に今度から来てこない、うん、で例えばそれはね、オンラインで面接練習した時はそれは来てもらって、特殊な環境だからね、そう、特殊な環境だから、うん、それはそっくりそのまま試験になるわけだからね、うんうん、だっていくらここでお受験服着て何したって、試験受けるのは別な会場で受けるわけだから、全然雰囲気も違うから、そんなものを着てフレンドリーで馴染んでもらってもごっちゃになってもごっちゃになるから、
あのフレンドリーで練習の時はもう絶対そういう格好してこないんですよ。まあ何でも普段のでやろう、うんうんうん、親もそうなんですよね。ただオンラインの場合っていうのは会場がそこの場所だから、やっぱり家だったり、そう、家の中踊り場だったり、うんうん、何だったりいろいろあるみたいなんですけれども、だからそういう場合は私服なんかでやっちゃいけなくて、うんうん、やっぱり当日の服で自分家でやるということで馴染んでもらうっていうのがあるからね、当然それはするんですよね。だから面接の場合に関してはまず待合室ではもうそういうあやとりとかそんなことしないで、どうしたって用事だからそっちに気が行くから、あの黙って自分のこのなんていうのかな、試験のこの面接の雰囲気をこう自分で想像していくっていうのかな、そうしながらよし来たぞよし行くぞみたいな、なんか3人でそういう気合を入れて、で子供が先頭になっていくっていう、うん、だからなんか子供に対して、ね、さあ頑張って頑張ってって感じがなくて、すごい子ってそうなんですよね、僕が行くって私がやるぞみたいな感じ、そうだからメラメラっていうのが、だからね、学校側だって何で選んでるかって言ったら、うんうん、よくまあ就職試験もそうだけど、はい、ドアを開けて3人、うん、まあ並んでっていうか、就職試験だったら後ろで立ってだけど、まああの受験だったらば3人一緒に入ってきてそこで立つ、もうこの時点で決まりなんですよ。あ、でも絶対私そうだと思いますよ。ドア入って3人で並んだ時点で決まりっていうんですかね。だからうちの場合はドアはもちろんお父さんから入るけれども、子供が入ってお母さんが入って、でまあ耳で確かめながらお母さんがドアを閉めた途端に子供が先にこんにちはっていう、うんうん、そうですね、それがすごい大事なんですよ、うんうん、これは僕の試験なんだぞみたいなものを最初に出すっていう、うんうん、それが面接に対する子供の向き合い方っていう、はい、そうですね、だから学校もやっぱりそうなると本気度を感じるし、それがもうなんていうの、お母さんまだ、お母さんまだ、お父さんまだお辞儀しないのみたいな、そういう、でもいますよね、うん、いると思います、うん、そういう子はもうあれみたいな、あ、連れてこられたんだなって学校も思いますよね、うん、きっとそう、うん、だから絶対にあのね3人で入ってきたもう第一印象で私は決まるんじゃないかなっていう、うん、いやでもね、嘘じゃないと思う、それは本当にあると思いますね、うんうん、だからもう某有名な、はい、あのまあ、名前言ってしまうと、まあ、精神かな、はい、精神なんかよく、最近あまりよくわかんないんですけど、ちょっと前の話、うん、ちょっと前の話でもいろんな精神受けたいとかっていう人がいろいろね内部生でいたりしても、やっぱりこの面接で入ってきて3人揃った雰囲気、もうこれをね飛鳥見てんじゃないかと思うぐらい、もうあ、それがいいなと思う人は入ってますもんね、やっぱり、うん、ちょっとそこに3人の違和感があると、うんうん、ダメな場合っていうのが、うんうん、だからやっぱ足並み揃えるのももちろんだけど、親御さんだけ頑張っても面接はなかなか伴わないですね、ダメなんです、親子面接はね、そうなんです、うん、だから子供が自分が入るぞ、自分が合格するために面接すると、両親はもう付き添いみたいな、うん、そういうのじゃないとやっぱり受からないかなっていう、だからこそ待ってる、ね、待合室の間からちゃんと手を下にして3人できちんと待ってるって、もうそんな余計なことしないでね、待ってるっていうことも大切なんじゃないかなって私はいつも思ってます。はい、はい、ありがとうございました、はい、だからフレンドリーの子には何も持っていくなと、そうですね、うん、はい、はい、まあ、試験まであとね、埼玉県の場合はもう7月8月9月ぐらいにはもう面接始まっちゃうんですからね、うん、それまでにその意識をぐーっと作っていく、そう、今大事な、今このね2ヶ月本当に大変なんです、先生苦しんでますね、そうなんですよ、この子はもういいかななんか言いながら何人ゴールが切れるか、はい、ね、うん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会を平日と土曜日に行っております。体験授業も受付中です。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。また面接特訓コース、願書関係です、願書面接関係ですね、こちらも受付をしております。外部の方向けの講座で、年長さんで小学校受験準備されている皆様、ぜひこちらご活用ください。
以前もお伝えした通り、8月後半になりますと内部生の方の面接増えてまいりますので、お問い合わせだけでもね、お早めにご連絡いただくことをお勧めしております。また、西荻岩所クリニック、こちら岩所添削の方も受付しております。合わせてお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育などいろいろなテーマでお話をしてまいります。またよろしければチャンネル登録や高評価もお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。